これはもう戦い慣れた相手ですからね。そうですね、チャンゴ
部選手としては、ワンマンクルーとアミーゴ鈴木、どっちが組みやすいんですかね。まあ、それはやはりね、こう流れのパートナーっていうのはアミーゴですから。そうですね。でしょうけども、やはり前哨戦ですからね、はい、今日の試合勝って勢いづけたいですよね。そうですね。さあ、さあこの大輔、田村、この2人とも GWC のシングルのベルトを持っていた2人ですね、はい、その2人が組んで今度はタッグのベルトに挑戦するという図式であります。息はね、もうぴったり合ってると思いますよね。そうですね。さあ、ダブルでのエルボー。これはもう悪魔同盟としては、はい、一番相手に、はい、完全に、2人をですね、はい、潰しておきたいと思いますし、そして潰して勢いを削いでおきたいと思いますね。これはあれなんですかね、2人が負けても、はい、挑戦は決まっていると。そういうことです。誰に、はい、あ、なるほどなるほど、ダブルで屈辱を味わわせたい。さあ、まあ、タッグのタイトルかかってないですけども、はい、やすやすとで負けるわけにはいけませんからね。そうですね。どちらともね、うん、確かに。あ、いいですね、この辺ね。捕まえに行って、捕まえに行って、さあ、大輔、そうですね、田村、大輔、エースコンビですからね。そう、やすやすと負けられる。おっと、いい動きだ。こういうね、レスリングができない人も、はい、インディアの中にいますからね。そうですね。今のね、ジャンプ選手の透かし方がうまいですね。なるほど。後ろから蹴っていく、後ろから蹴っていく、フォローで負けたんですね。なるほど、なるほど。身軽ですよね、本当にね。ムーンサルトもやりますしね。おっと、おっと、担ぎ上げて、おっと、危ない危ない。おぉ、なんだなんだ、おぉ。このまま投げつけていくかと思いきや、大輔もそうはさせずと。あ、でも、さあ、どうだ、危ない。落とされた、危ない。いやー、これは規格外のパワーですね。今ね、途中で止まったじゃないですか。はい、そこから上げるってのはまたさらにですね、力を入れるわけですね。なるほど、なるほど。さあ、左ホールだ、サンゴ。これはね、同じ体格の日本人レスラーにね、やられるのとね、はい、やはりワンマンクルーみたいな、危ない、やられるのとは違いますからね、パワーもね。なるほど、130キロのその巨体。さあ、ライスケ危ない、ライスケ危ない。でパワーのワンマンクルーにこのテクニックのチャンプというでしょうかね。そうですね。そうですね。さあ、しかし押し込んでいって田村に何とかダッチをしていった大輔。さあ、田村だ。ちょっと悪魔同盟のこのコンビっていうのは、はい、隙がないですよね。そうですね。パワーとテクニックですから、なかなかいいタッグチームでありますね。この2人初めて組むんですよね。何回か組んだことあるんですかね。2回目ですね。おっと、この辺うまいですよ。ここら辺は腕ジーンズですね。腕を狙っていく。ここら辺は、ここら辺はプライドオブユー。しかし潰していく。おっと、伸びたか伸びたか、どうですか、どうですか。伸びかかってますけども、おっと、ザーッと、これうまいですよね。おっと、怒った田村。さあ、危ない、出てきてしまったワンマンクルー。ワンマンクルーもね、アメリカのプロレス少年だったらしいですからね。おっと、まだ回るんですよ。危ない、危ない。すごいですね、この尻の大きさの違いは一体何なんでしょう。何か思ったんですかね、これね。それに対してですね、危ないですね。体重差これ100キロぐらいあるじゃないですか。いや、そんなないですよ。
そんなないですよ。何キロですかこれ。そうですね、カルボアロですかこれ。カルカルと投げていく。さあ大好き間に合った。これはカットに行かないと間に合いませんね。ワンマンクルーは早草のファンとかって言ってましたからね、昔ね。なるほど、まあ、少年時代ね、早草のファンだったワンマンクルー。 FMW ではよく見つかりやすいですよね、彼は。早草のようになろうと思って、現在になってます。そうですか。いや、無理でしょ。全く違うものになってしまったようですけれどもね。こちらかといえばバンバンビッグとなってしまいました。さあ、おっと、おっと、さあ、何があるんだ。しかし瞬時にちょっと時間がかかりましたね。瞬時に膝を立てていった。やはり巨漢なのにスタミナはどうなんですかね。どうでしょう、そんなに難はないんじゃないですかね。結構長期戦もやりましたね。あっと捕まった。そしてまた、おっと逃げた逃げた。しかしいかんともしがないこの体格差。おっと、ここでは三次元の技で何とかしたいところだ。これはワンマンクルーも今の分かんなかったでしょうね。そうですね。大輔も上から振っていった。ここで勝機を見出したいですね。でもうまくタッチするんですよね、これ ね、 そうですね。さあ今度はチャンゴ対角線に振って、大輔が得意の左エルボいいですよ。そしてまた左エルボ。さあフォール。徐々にペースを握っていきたいところですよね。チャンピオンであるチャンゴからね、はい、腰を奪うとなると、はい、まあ、次のタイトルマッチに優位に進めるんですけどね。そうですね、チャンゴ橋を、おっと後ろから追い抜いていった大輔。さあゆっくり休んでいるバンバンクルーにエルボー一発。さあここで10分経過、テニスパス、サッカーボールキック。ああ、いいですね。まだまだ続く、大輔。ちょっと距離が離れた。さあ、華麗な連携が見えてきた。しかし、後ろからのワンオフ。おっと、この2人がかりで、2人がかりで場内に追いやって、さあ、狙いはチャンゴに。これはチャンスですよ。チャンゴにターゲットを絞ったから。あともう決めにかかりますかね、これね。そうですね。さあ一気に決めにかかるか、大輔。カウンターでゼロ戦が待っていた。ここら辺やはりチャンゴがですね、もうね、やはり何度も戦ってますからね。はい、技の出すタイミングとかも全部心得てますからね、これ。おっと、はい、ワンマンクルーのチャンゴですね。ワンマンコーナー。あ、そうですね、ゼロ戦つながりです。菊池通信つながりです。そうですね。さあ押しつぶしていく。そして2人でねじ込んで、おっと逆水で、これは何ですか。シーソーですね。そして今腰を、今のは下になっていたチャンゴにもダメージあったと思うんですけどね。危ないなこれは。さあチャンゴだ。チャンゴは鬼滅座のポーズ。これは合体パワーですか、これ。フルの持ち上げて、さあパワーに行くもの。おっと落としていった。田村が落とした。引き一発であります。さあもう倒れない。おお、もっと逆に、ああと避けた。さあ大輔、左肘。しかし横から出てくるチャンゴ。さあどうだどうだ。田村がどけっぱらで一発をして、あーっと受け止められてしまう。しかし止めなら2人で攻撃。さあ2人がかりでやっと倒す感じですね。そうですね。さあ大輔、ここで先に立てるか。これでもワンマンクルーも結構参ってますよね。そうですね。さあ大輔、ここでスタミナ勝負。これなんですね、悪魔同盟。もうどこから出てくるか分かんないですもんね、これね。
さあ、そして捕まった。おっと、そのベルトで。ベルトで誤爆。これはチャンスですよ、これ。そして田村。これはチャンス。これは入りましたね、スナビにね。これは決まったから。どうだ、どうだ。入った。13分9秒、大輔の勝ち。電光石火のスライディングにですか、今肩が上がったようにも見えましたが、スリーカウント入りましたね。いやー、大好き。さあ、微妙なところでありましたが、この力を込めました、この百馬同盟大暴れ。ワンマンクルー納得のいかない様子ですね。ちょっとカウント的にちょっと微妙だったんですけどもね。そうですね、しかし、まあ、もうでも試合終わってますんで、ちょっとね、ちょっと大輔ね、前回も首にちょっと爆弾抱えてますね。そうです、危ない形で。おい、大輔、田村、俺とアミーゴが組んだら同じ結果にはなんねえからな。いい試合には興味ねえ。本気で来い。チャンピオン、いい試合には興味ねえっつったな。おい、ジョイは次、チャンゴアミゴとやるタイトルマッチ、いい試合じゃねえ、俺らが勝って最高にいい試合にしてやるじゃねえか。皆様さん、とりあえず今日はワンマンクルーに勝った。次はチャンゴアミゴ二人ともぶっ潰す。ああ、首の調子なんて関係ないよ。ああ、絶対にあいつら二人ともぶっ潰してやる。タマさん、これからもよろしくお願いします。まだこの後、メイビューと思います。皆さん最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。